パー組でワンステップ予約、1秒チェックイン、1秒チェックインマウスがおすすめですよ。自宅でクリーンの部屋で作業環境は表示されワンステップ予約になるんです。優しいお袋の味、カツ丼が恋しくて、定食屋の親父に何度も頭下げ頼み込んで、懐かしいあの味、自分でも作れるようにとカツ丼の修行を始めました。厳しい親父の指導でも親父の腕もいまいち、今日もカツ丼作りました。具材の分量わからず、すごいボリュームになったけど、今日もカツ丼、今日もカツ丼、爆盛りカツ丼始めました。ねえよ、そんな物語うちにはねえよ。なんだよ爆盛りカツ丼って。え、いや、ここに爆盛りカツ丼って、それはさっきいた客が置いてたチラシだ。え、